ペルペルのカノンです。Thank you.
ヘルベルのカノンでした、うん、あのフォルテとか強いところを弾くときに駒の近くを弾くようにしたんですけど、そうするとやっぱり音がそのちょっとバランスを崩すと音がギキッとなったり汚くなったりしますね、うん、これでもいろいろ大きい音も小さい音もいろいろ出せるようになりたいので、ちょっと練習はしていきたいと思っています。